日本香川県東香川市、引き田引田きは香川県東香川市の地名。旧大川郡、引き町大技引きた。針真灘に面する港町で醤油醸造で栄えていた時代の古い町並みとともに、世界で初めてハマチの養殖に成功した地としても知られる。郵便番号は769-2901。平安時代より半島によって風が遮られる天然の良好。 風町の港として開かれた。中世は、引田城が築かれて商業が発展してその港町は、日用品や米国の集産地として賑わい、安土桃山時代に始まった、醤油醸造は、江戸時代後期になって海鮮丼屋や、豪商も現れるほど流盛した。現在も港は、地方港湾の指定を受け、また、江戸時代から明治時代にかけての入り組んだ老子や、 古建築が多く現存して、近代以前の漁師町の風情を留めている。旧大川郡、引田町。町村合併にて、引田村、相生村、小海村が統合され引田町となるが、平成の町村合併により現在は、香川県東香川市引田となった。豊臣秀吉の時代に築城されたと言われる引田城、佐貫国に存在した三条、玄高松市イコール玉模城、 丸亀市イコール丸亀城、そしてここを引きに引き城があった。現在も城山でその名残の石組みを見ることができる。佐野家住宅弁柄に、生子壁の亀菱屋路地級、引き郵便局自家用者の場合、高松から一般道を利用し1時間高速道路を利用する場合は約30分程度。高松市、 徳島市のほぼ中間地点に位置するためほぼ同等の所要時間となる。街並みを歩くには、伊豆津屋敷の駐車場を利用すると便利。ひな祭りには、引き小学校の運動場を無料開放している。ありがとうございます。